じゃあ続きやっていきまーす。はーい。はい。ヒロイン先輩に初めて接触したんだよな。そう。先輩二人とね。結局この先輩なのか、学級委員のメインヒロイン、どっちを攻めるんだろうね、うん、今のところで言えば。どっちになるかね。わかんないよね。あと急に耳を甘噛みしてくる系女子もいるしね。パラマチちゃん。あ、そうそう。これかな。黒い猫どこにいるのか追いかけてみよう。うん。これしか選べないね。なるほど。うん。また新しいキャラクターか。参ったな。体育館シューズを置き忘れるなんて。どこにな。見つかったから良かったものの、これからは気をつけるようにしよう。黒猫かわいいよね。かわいい。このゲームやり始めてからかわいいしか言ってないね。確かに。何でもかわいい。どこから入ってきたんだ？いいね、猫。猫派？犬派？あ、犬派です。いや、犬派なのかよ。この流れで。重くさ犬派だったわ。いや、びっくりしてどっか行っちゃったじゃん、黒猫。関係ないけど。猫かわいいなーっつって、っつって、どっち派？犬派？みたいな。ちょっと、犬派なことバレちゃったわ。うん。なんだかちょっと気になるな、うん、追いかけてみよう。確かこの辺に。ん？どこ行った？階段の下に隠れたか。ちょっと覗いてみよう。そんないちいち考えながら行動しないよね。いないな。あの。うわあ角度がゆたもびっくりしてるよ。するだろこれ。うわあ角度がみたいな。見えそうで見えない。絶対領域だ。あ、ごめん、ゆた見えてるわ。あ、黒黒いけど猫じゃない。何してるんですか。でも猫だみたいな。怖っ。ユタやばい。怖いわ。何してるんですか。味方。決して階段の下から見ようとかそういうことじゃないです。覗きとかそういうことですか。はい、すいません、そうです。やばい。違うってば。僕は猫を探してて。猫？だから黒。あ、別にいいですよ。見られたところで私何とも思いませんから。ありがとうございます。なるほど。何とも？じゃなくて、それは誤解なんだってば。焦りすぎだよ。誤解。応用力ないから。バレバレだよね。言葉数が増えるのって嘘ついてる証拠だよね。うん。そうね、嘘ついてる時によくあるパターンのやつ。だったら、どうしていつまでも四つん這いのままでいるんですか？四つん這いだったんだ。あ、ごめんなさい。ものすごく見られていて気まずい。うん。どうする？どう切り抜ける？そういえばもうこんな時間、厳しくないか？
帰ろう帰ろう。走って逃げた。危なかった。まさか黒猫を追いかけたら黒い下着にたどり着くなんて。言いふらさなければいいんだけど。え？あら、あっさり。不安が残るまま終わっちゃうね。怒涛の一日だな。本当だな。うん。お？え？ああ。あ、これレベル1なんだっけ？一文字目見えないんだけど。出会いか。あ、出会いか。まあでもあれか、クールビューティーな先輩は入ってないのか。あ、恋愛対象じゃないのかな。残念。ここにいないってなると。そうだね。まあ、これが見れますよと。うん。ミヤじゃん。もしかして可愛い女の子と知り合いになれたのかな。行く。鋭いな。さすが女性の感なのかな。ね。一日が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ。今日は気持ちのいい朝だな。授業開始までまだ時間があるし、少しのんびりできそうだぞ。さて、ん？下駄箱に何か？あ、もう終わり？このゲーム。終わりかな。もうこれは終わりでいいでしょ。そうだね。うん。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。まだ開けてもいないけど。一体誰が？早まっちゃダメだ。まずは手紙を読んでみないと。ん？お、ユタ君をいつも見ていました。どうしても伝えたいことがあるので、すぐに校舎裏に来てください。来ました。誰か。ユタ君にもモテ期が到来しました。この可愛い字は本物。急いで行ってみよう。テンション上げ上げだ。あ、今から行く。放課後じゃないのか。確かにね。うん。どんな子がくれたんだろう。どうしても伝えたいだなんて。気が流行るな。あの子だ。はい。あれ？あら。君は？あ。この子か。スカートの中を覗いてしまったばっかりなのに。そうだよな。ため息多いよね、この子。そうね。やはりこれは？もしかして君がくれたの？ごめんね、遅くなっちゃって。伝えたいことって何かな？いつになく饒舌に喋ってるじゃないか。あら？もしかして覗きの言い訳でもしているつもりですか？バッドエンドだった。え？
え、最低ですね。やばいよ。好感度爆下がりだな今。そうだね。底辺のまたその下って感じだね。何ですか。まさか今も四つん這いじゃないだろうな。これって君がくれたんじゃないの。はい、それ何ですか。でもコーシャルに来てほしいって。知りません、私はたまたま通りかかっただけです。そうなんだ。先輩とやってること同じじゃないか。あなた何組の人なんですか。ん？え？僕？他に誰がいるんですか。すいませんでした。形勢逆転だね。僕は 2-A のユタプレ。うん、一応先輩だったんですね。変な名前を突っ込まないでくれてありがとうございます。後輩か。だ、妹ミヤと同じ学年かな。あまりに落ち着きがないので、うん、そうなるね、同学年だと思ってました。ひどい言われようだな。そういう君は 1-B の七咲です。七咲。なるほど。名前は愛ですけど。七咲愛か。七咲も愛も可愛い子の名前だよね。ね、愛もいいという字のパターンは知らなかった。七咲っていうだけでもう広いんだよね。うん、可愛い。だから何ですか。ツンツンしたけどね。ツンツンが止まらないけど。さっきからそうだね、止めどなくマシンガンのようにツンツンが飛んでくるけど。珍しい名称だな。珍しくてすみません。何言ってもダメだね。ああ、ぶっきらぼうな子だな。よっ梅原。あら、どうしてここに。テンション高いな。まさかこの手紙。お、いい感じしてるね。その通り、お前を引っ掛けたんだよ。もう友達やめるわ。うん、鬼の所業だったわこいつ。冗談やめてよ。前回のお返しだ、悪く思うな。なんかしたっけ。先輩がと一緒にいた時に誘われなかったからじゃない。ああ、あれかなぐらいしかわかんねえ。君は遠慮してくれるって言ったのってクールビューティー先輩だけどな。確かに。そっちの七咲には迷惑かけちまったみたいだけどな。では、うん、俺はこいつと一緒のクラスの梅原正義。はあ、あ、七咲。あ、いやね、怒っちまったかな。梅原のせいでしょ。あの子はお前の知り合いなのか。まあそんなとこだな。パンツの色しか知らないけどな。それでか。いや、実は俺お前より先に来て隠れて見てたんだよ。お前。そしたらさ、お前が張り切ってあの子に話しかけるから見てるこっちがハラハラしまったよ。あの、隠れられるところって階段の下ぐらいしかないんじゃないですか。そこにいたの。どこにいたのか。しかし最高にタイミングのいい子だな。おかげで予想以上に笑わせてもらったぞ。やめてくださいよ。いいじゃねえか、一
人気のない場所にしてやっただけでもありがたく思うよ。何がしたかったんだ梅原は。おいおい、それはないだろ。前に俺をグラウンドのど真ん中で待たせたこと忘れちゃいないよな。それはユタが悪いな。それを言われると、ほれ、詫びと言っちゃなんだがジュースおごってやるからよ。ああよし、それじゃ早速行くとするか。七咲か、確かに恋する女の子って感じじゃないよな。でも、おい、ぼーっとしてないでさっさと行こうぜ。クレーム入ったわ。この七咲さんの絵すごい悪そうな顔でいいね。ね、ショートで、ショートでいいよ。ショート派？ロング派？あ、ショートの方がいいね。あ、そうなんだ。七咲さんぴったりじゃないですか。まあでも年下だからな。あ、年下ダメなの？ダメだけじゃないけど、妹と同学年なんでしょこれ。あ、まあそうだね。なかなか。先生が僕を呼んでいるぞ。何の用だろう。なんだ。ああ、特にすることないな。こういう時ってなんだか眠くなるよな。まあ、ゆたくんやる気ないキャラなんだろうね。そうだろうね。この感じだと。あら。え？誰かに呼ばれたような。ちょっと。ああ。高橋先生。ああ、先生。あ、高橋先生じゃありません。もっとシャキッとする。激横。背筋が曲がってるから下を向くのよ。きちんと背筋を伸ばしなさい。いい。まったく、廊下で大あくびなんて。あははは。そうね、いい機会だから言っておくけど。その前振り怖い。なんだろう、何が来るか。ドキドキしちゃうよね。そうね、先生だしな。なんかさ、あのこういう前振りがあると話って大体いい話ではないから、何何やめてってなるよね。うん、こう言えば普通に。最近のあなた少したるんでるんじゃないかしら。そうですか。あのね、進路にしても生活にしてもちゃんと目標を立ててないからそうなるの。うん、痛いところ。だいたいね、同じ学校に妹さんもいるのよ。はい。そこは兄として立派なお手本にならなければいけないんじゃない。はい、強烈な正論パンチです。来年はもう3年生になるんだからちゃんと気持ちを引き締めないと。こんなにいろんな人がいるところで説教しないでくれ。お？誰かがそこに。ちゃんと聞いてるの？高橋先生がこんなに近くに。あの格闘技の試合前みたいにさ、接近してきてんのかな。え、どういうこと？
あのメンチ切られてるみたいな感じでさ。ああなるほど、睨み合ってんのかな。だいぶ近いんじゃない。相手が話をしてるときはきちんと聞くのが最低限の礼儀よ。ほんとすいません。おかしいな、怒られてるはずなのになんだか少し。いい、普段自分が油断をしているところこそ見られているものなのよ。家でもとまでは言わないけど、せめて校内ではもう少ししっかりしなさいね。何一つ言い返せなかったよ。先生としても期待してるんだから。もしこれからもたるんでるようなら、その都度ビシビシ注意しますからね。その都度。それは厳しいけどなんだか嬉しいような気も。ユタ君、いい、わかった。返事。あは、いい。先生、返事はきちんとする。はい、よろしい。それじゃしっかりね。先生しっかりしてるな。表向きでしっかりしてる人ほどプライベートたるんでて、そういうギャップを見たいな。ゆたくんって会話が終わった後にちょっと考え込む癖あるよね。うん、そうね。梅原にもさ、おい、はい、来いよみたいに言われるよね、よく。どうしちゃったんだろう。あんな目で見られたら怖いはずなのに、僕が嬉しいような。いや、まさか怒られて喜ぶなんて、変態じゃないはずなのに。うん。高橋先生以外にも見られていたような気がしたけど。きっと気のせいだよな。誰だろうな。うんうん、ああ、どちらかというとユタ君の性癖が徐々に分かってきたっていう回なんですけど、進路相談で職員室に行ってみようか。うん、授業まで時間があるし、高橋先生のところに進路相談に行ってみよう。ついでにどうして怒られてる最中にちょっと嬉しいって思っていたのか、びっくりさせたり。あ、びっくりしたです。ついでにそれも聞くのかと思ったわ。先生に。聞いたところでだけど。うわーって目で見られるんだろうけどさ。よし、会いに行こう。もしかして授業が終わって職員室に戻るところなのかな。いいタイミングだ、早速話しかけてみよう。すいません、高橋先生。また見られてるの。あ、七崎。笑ってるよ。本当だ。ね。ちょっと待ってよ、花咲。先輩、何か用ですか？あれ？さっきまで笑ってたのに。いや、用というか。ずっと僕の方を見ていたからさ。あ、そういうことでしたか。でしたら気にしないでください。ただちょっとおかしいなって思ってただけですから。あらら、なんでおかしいって。高橋先生を見る先輩の目つきがです。バレちまったらしょうがねえな。見られてんな、完全に。ねえ。別に隠さなくてもいいですよ。
いや、僕は隠してなんか。私、人の趣味には口を出したりしませんよ。七崎さんのゆったくんの印象悪すぎない？悪いね。覗きをしてるド M ってことでしょ。まさか目つきにまで出てるなんて。別にいいんじゃないですか。恋愛はその人の自由ですし。恋愛というよりかはド M なんです。花咲。笑うと可愛い。確かに、確かに僕は年上が好きだけど。ああ、年上が好きな設定なんだか。まあ確かに先輩、憧れの先輩もそうだしね。そうだね。うん。言わなくてよくね。直で、年下に。確かに。うん。なんで言っちゃうのか。そうだね。君は対象外だよって伝わっちゃうじゃんね。言い訳なんてしなくていいですよ。うん、私にはそう見えたってだけですから。あらまあ。そうじゃなくて。もし心当たりがあるなら、少しくらいは考えてみたらどうですか？え？冗談ですよ。本気にしないでください。あははは、そうだよな。もう何十枚も上手だよね、七崎さん。確かに。先輩ってやっぱり変な人ですね。さて、それじゃあ私もう行きますね。あ、あの連絡先だけでも。失礼します。はい、ダメでした。そっか、まあいっかな。進路相談じゃないじゃん。七崎に突き刺さるような目で見られたくらいだし、少し気をつけた方がいいかもな。うん。やめとこっか、今日は。もうスタミナ切れちゃったね。心折れちゃったか。心折れちゃったね。日向ぼっこをしたい。どこか暖かい場所はないかな。日向ぼっこしたいって。思うことある？ない。ないよね。日向ぼっこって。今日は暖かいな。どこかで日向ぼっこしてこようかな。すごい環境だね。この教室並みにいるじゃん。朝の教室からいるじゃん。ね。これ私立の結構いいとこの学校なのかね。こんだけの設備あったらそうじゃん。ね。奥の方のさ、木を見る限りさ、結構なフィールドだよね、これ。広い。うん、相当広いけど。考えることはみんな同じか。お前と一緒にすんな。うん。めちゃくちゃいるな。結構いるね。うん。ベンチ空いてるぞ、ラッキー。誰かに場所を取られる前に、よし。ズバッとショートカットだよっと。なんか踏んづけたぞ。人間踏んだわ。ああ。うわ、やべえ。お腹キューって踏まれた。なるほど。ああ。いや、気がつかなかったから。気がつかなかったって、幼馴染がベンチで寝てるのに、しかも踏んづけて起こすなんて。何が起きてる？そんなのありえないよ。本当に気がつかなかったんだって。飛び越えてよいしょっつってるぐらいだから、結構なダメージ食らわしてると思うけど、ね、ダメージだ。相当だと無防備のお腹でし
大ダメージでしょ。悶絶するよな。僕はベンチの上に足をついて、待って待って待ってくれ、ちょっと待ってください。誰がどうしたって。へえ、幼馴染の顔も忘れちゃったの。リホコですよ、桜井リホコ。リホチーね。いやいや、そうじゃなくて、ベンチで寝てたって。見ればわかるでしょ。そこの地べたで寝てたぞ。リホコは寝相が悪いからな。なんで寝相が悪いって知ってるんだい。そんなことないよ。どうかな。昼寝の後はいつだってリホコの足が僕のお腹の上に乗っていたじゃないか。それって小学生の頃の話でしょ。そんなの時効ですよ、無罪です。まあ、結構な幼馴染ってことだね。結構前からだ。そうだよ、小学校とか10年来ってことか。そうなるな。え、それは秘密だよ。秘密は何も、今床で寝てたじゃん。まあ、ベンチで寝てるっていうふうに思ってて、そこで踏みつけられたって思い込んでたら確かにビビるよな。そうね、ひどくねってなるよね。とりあえず何事もなくてよかったよ。ん？心配してくれるの？私なら大丈夫だよ。いや、重要な臓器を失ったんじゃないかなと思って心配してたんだよ。他の女の子だったら謝るくらいで済まないだろ。それはそうかもしれないけど、っていうかまだ謝られてない。ごめんごめんごめん、わざとじゃないならいいけど、さすがに女の子をわざと踏んづけたりはしないよ。そうかな。踏みそう。昔よく踏まれた気がするんだけど。あら、まあ、何をしていたんだ。あなたじゃなかったら誰がするの。初めて名前で呼ばれたんじゃないか。プレイじゃなかったらっつって。ミヤかな。もう嘘ばっかり。仲いいんだな。そういえばあなたはどうしてここに。はい、あなたに降格しました。それじゃ私と同じだ。ぼーっと歩いてたらこのベンチが目に入って、お昼ご飯の後だったから眠くなっちゃって。仕方ないな。冬場に表で寝るのはどうかな。そのうち歩きながら寝て迷子にでもなるんじゃないか。話せる人には結構言うよね。ね、強気な発言が多い。いくらなんでもそれはないよ、ね、と思うけど。心配になるな。そんなに心配なら見張っててよ。どういう意味ですか。監視カメラとか。そっちの趣味ですか。監視ってお前な。踏んづけちゃったお詫び。え、いいよそんなの。眠気覚ましにコーヒーでいいかな。お、ブイブイ行くじゃん。嬉しいんだけど、その、あー、コーヒー飲めないだっけ。飲んじゃうと夜眠れないんだよね。ちゃんまと一緒じゃん。ね、全然寝れんわ。コーヒーなんか飲んだら、マジで。
お茶は大丈夫みたい。確かなんとかっていう成分が入ってるおかげでコーヒーと違って眠れないなんてことにはならないんだって。なんだなんだろう。なんでもいいよ。アップルジュース好きだったよな。お、いいね。まあ子供っぽいキャラクターなのかな。そうね。昔あなたの家で飲ませてもらったよね。あれすっごく美味しかったな。ここだけ切り抜かれたら大変なことになるぞ。お父さんがよくもらってたんだよ。最近見ないな。そうなんだ。久しぶりに飲みたくなってみたよ。メーカーとかってわからないの？急にリアルな話。ずいぶん中身のない会話してんなって思って見てたけど。具体的だな。メーカーどこなのみたいな。君からメーカーって言葉が出ると思わなかったよ。今度お父さんに聞いてみるよ。わかるといいね。うんうん。相変わらず仲の良さそうなことで。お、もう一人いるのか。ね。かなえさん。あ、かなえちゃん。何してたの？いろいろあってジュースをご馳走するところです。いいよね。産んじゃったんです。全体重かけちゃったんです。彼氏面倒見てもらえて。彼氏今日のは損害賠償なんだから。損害賠償。やっぱりいくつかの臓器を失ったんじゃないか。かなえちゃんも一緒に飲みに行く？おい、ちょうど自販機帰りだから。うんうん、ああ同じクラスなんだからその辺分かってほしいよ。ほほほ。ね、行くなら早くしないと休み時間終わっちゃうよ。よし、ジュース買いに行こうか。だね、行こう行こう。全力ダッシュ。まったくリホコはいつまで経っても変わらないよな。目的が果たせないこと多いね。大体中途半端だね。進路相談しようと思ったら、突き刺さる目で見られて終わって、日向ぼっこしようと思ったら人踏んじゃったっていう。ずっとこんな調子なのかね。羨ましいけどな。はい。じゃあ、まあ、幼馴染の新キャラも出たところで。はい、参考の辺で切ろうか。そうだね。うん、ちょっと進展が気になるね。そうね、いろいろキャラクター出てきたしね。そうだね、まだ出てくるのかな。ちょっと次回以降でまた見ていこうか。はい、そうね。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。